こんにちは。9月24日の今日はね、22時36分の相場解説になりますけども、まあ解説というよりも、ブレイクしてですね、ずーっとバイの方で爆撃継続中という動画を前回出しましたけども、あれがまだ続いてるって話ですよね。画面を切り替えて、今日の18時の画面から見てみましょう。24日の18時です。こちらです。はい、現在の時間が22時37分なんですけども、今からね、数時間前、18時のこれが4時間足です。ご覧いただいているように、こちらのネックラインを超えて、さらに大きく上の方に伸びてますよね。で、こちらの方を2点重ねると、今ね、レジサポラインに引っかかって、で、上下の陰線が上髭、下髭を出しているところに出会いますよね。だからここで一旦、利確をしてですね、もう全決済してもいいぐらいです。で、さらに新規でまだまだ上昇すると思ったら、ここで倍に入ればいいんじゃないですかね。まあ半分決済ってやつもありますけども、十分取れたでしょ。前回お話したように、W が、右辺が強いやつがここで、もろに来てるわけですよ。ね、すごい強いですね、W。で、これが18時なんですけども、その後、数時間経ってどうなったかってことをまた解説を追っていきますね。まず、1日足から見ていきます。これが、9月24日22時38分の1日足ですけども、ここ、同じように上底ってやつですね。線を引いたと思いますけど、すでにそこもね、ちょっと超えかけてるんですよ。まあ、ですんで、もうこの辺がほどほどかと思います。下に広がっていくようで、そして、また縮んでいくようで、下の底辺がね、決まっていったわけなんですけども、ちょっとこっからまた膨らんでいってって感じで、下はなんかね、ばらついてるんですが、ここから一気に駆け上がっていきましたよね。まあ、だから今もうちょっとこれ、やっぱり全決済した方がいいんじゃないかなと思いますね。ここまで終えることは終えるんですけども、まあもう相場もね、数時間で閉まりますからね。で、4時間の方見ていきましょう。4時間がもうすごいですよ。W が右辺が強い。18時の時点でもお示ししましたけども、W を書いて、ネックラインを黄色いところを1回超えて、そしてこの2回目のネックラインもやすやすと超えてですね、上下のひげを出したところを起点にもう一上げしてるわけですよ。これはすごいですね。本来ならね、この辺で一旦、ほんと全決済して終わっていくところだったんですけども、私はもう入ってませんけども、改めてもう一発、こっからでも入れたんじゃないかなと思います。ですんでね、上級者の方はここから入ってくださいってことで、私もここから入りました。中級者の方は、まあその途中でこの辺で入ればいいかなと。初心者の方は、一番リスクとリターンが少ない、こっから入れってことだったんですけども、今回、初心者の人でも十分なピップ取れたんじゃないですか。まあ根っこから、ほぼ根っこから入った私にとってみれば、かなりのもんですよね。1円ぐらい変わりましたからね。1円ちょっとですね。1円ちょっと、本当に。1円ちょっと変わったんですよ、今回は。はい、じゃあ1時間見ていきましょうか。で、追撃で別のポジションも入れてますからね。まず、ここで、逆ヘッド&ショルダーみたいなのが1個かけて、大きく伸びたきっかけがあって、で、ダブルトップみたいなのがここにあるっていう風なネックラインですよね。ここも超えて、さらに大きく伸びたということですね。まあ、なんか、今回ぐらい綺麗に取れた相場もなかなかないですよね。ということなんで、私の相場解説、この1週間見た方は全部利確できたと思います。まあ、たまにこういう気持ちがいいのがね、決まると、本当に私も良かったと思いますよ。お疲れ様でした。じゃあ来週もっと儲けましょう。それでは、感動のフィナーレでございました。いってらっしゃい。